北陸道昼、特急大阪号北陸ハイウェイバスは、かつて名神高速道路、北陸自動車道を経由して、京都市と石川県白山市、金沢市を結んでいた高速バス路線である。過去には、京都、金沢線、北陸道特急とも称された。なお、ここでは、更新の大阪市と金沢市を結ぶ北陸道青春、昼特急大阪号及びかつては競合しており、 現在同一路線群として扱われている、北陸道グランヒル、特急大阪号、百万国ドリーム、大阪号及び多客寺のみ、運行の青春北陸ドリーム、大阪号についても記述する、北陸ハイウェイバス、北陸ハイウェイバス、北陸ハイウェイバスは、金沢発着の高速バスとして、名古屋金沢線に次いで、運行開始、バブル初期の高速バス開設ブームに開業した歴史の、 ある路線ではあるが、開業以来苦戦を強いられており、輸送力、運行本数、スピード、知名度など総合力で勝る JR 西日本の特急、来庁、サンダーバードの後陣を排してきた。北陸鉄道は関西進出にあたり、名神高速道路の天皇山トンネルなどでの慢性渋滞による定時制での障害や、片道4時間30分以上に及ぶため日帰り、 ワンマン運行が困難である点。さらに、京都や金沢ほど観光需要が望めない点などから、JR 特急には、立ち打ちできないとして、大阪・金沢線を開設せず、東路線を同社で、唯一の関西路線と位置づけて、大阪、神戸など、京阪神周辺都市への客にも、京都で電車を乗り継いで利用してもらおうという狙いがあったが、期待したほどの利用は得られていなかった。それゆえに、 北鉄は金沢市から全国の主要都市各地に高速バス網を展開してきたが大阪への高速バスへの要望も強かったにもかかわらず長年にわたり開設されないままだった。前述の渋滞による定時制での障害に加えて臨県の富山、福井から大阪への中高高速バスの不振によるわずか数年での廃止や 上日の京都金沢線の利用の伸び悩みによる北鉄側の消極姿勢が大きな背景にあったとみられる。この閉塞的な状況を打破したのは大阪、金沢の双方を重要営業拠点に持つ西日本 JR バスである21世紀になって開設された東海道昼特急大阪号、山陽道昼特急広島号など中長距離中高便の成功が契機となり、 さらに刑事バイパスの全通も予備水となり、ついに2003年12月1日、北陸道昼、特急大阪号を3往復、北陸ドリーム、大阪号を1往復で開業した、西日本 JR バスが運行する、金沢発着の高速バスではこれまで常に北鉄と手を携えてきたが、この大阪線がパートナーを組まない初めてのケースとなった、金沢京都、 大阪間で並行している、上述の、来庁、サンダーバードと比べ、定時制、運行本数等から見ても、特急列車の利用者が圧倒的に多い。しかし、格安な運賃、ゆったりした独立三列シートの快適性などが、走行して徐々に利用者を増やしており、これまで JR 特急の一人舞台だった金沢、大阪間における、 機関交通手段としての新たな地位を確立しつつある。現に週末の夜行便には常に続行便がつき、中行便も週末の2号9号を中心に、チケットが入手困難になるという。その一方で、京都金沢線は、北陸道昼、特急大阪号、北陸ドリーム、大阪号に押され、金沢発で週末を中心に格安。 ツアーバスも運行されるなど、競争も激化したこともあって、縮小傾向をたどるようになる。さらに北鉄も2004年、グループ会社の北鉄金沢中央バスが大阪金沢線を運行開始しており、2007年7月、開業20周年を待たずして撤退。続いて、京阪バスも2011年3月31日の運行をもって撤退し、 西日本 JR バスの単独運行となった。そして2010年7月1日のダイヤ改正で、京都金沢線の4往復から2往復への減便と同時に、北陸道昼、特急大阪号のダイヤ及び運行経路が改定され中夜ともに、金沢市内の繁華街3カ所と京都駅への乗り入れを実施し、事実上の路線統合に近い格好となった。このため、 所要時間が従来より1時間弱ほど多くかかることになった。また、同年12月9日のダイヤ改正では、金沢と山間ものみ運行する北陸道ヒルト9号も運行を開始している。なお、合わせて大阪発着の一部便でも金沢と山間のみの利用が可能となった。さらに、2011年6月1日のダイヤ改正で、 京都金沢線は1日1往復に減便されると、共に北陸道聖州に昼特急京都号の愛称が付けられるようになった。同時に福井県内の停車地が福井北インターから福井駅東口に変更されている。そして2013年6月24日、京都駅から大阪駅に延長され、北陸道聖州に昼特急大阪号と解消されている。 2015年4月1日のダイヤ改正では、北陸道昼、特急大阪号、北陸ドリーム、大阪号の金沢側のルートが、繁華街を通らない2010年6月までの経路に戻る。さらに、名神高槻バス停での乗降扱いを廃止したほか、北陸道昼、特急大阪号の富山駅乗り入れや、金沢駅富山駅間の区間便も廃止、また、北陸道昼、 特急大阪号では、大阪発、金沢発ともに、朝の始発便、夕方の最終便で、京都駅に乗り入れない、直行便の運行を再開。2016年8月1日、金沢発6号、大阪発7号を新造グラン車両に置き換え、北陸道グランヒル、特急大阪号として運行する。前述の直行便にて、2午前、福井北、千里ニュータウンを無停車にして、 速達性向上を図る。季節運行で4号5号にて、富山駅への乗り入れを再開。同年12月1日には、北陸道ヒル、特急大阪号号往復すべてを、北陸道グランヒル、特急大阪号に統一。北陸ドリーム、大阪号のみ2階建て車両の運行を継続し、季節運行で、大阪駅金沢駅間に、北陸グランドリーム、大阪号を運行する。 2018年3月16日、北陸ドリーム、大阪号もグラン車両に置き換えの上、100万国ドリーム、大阪号に解消。また、北陸道グランヒル、特急大阪3号を、土休日に限り、和倉温泉まで運行。ユニバーサルスタジオジャパン大阪駅 JR、高速バスターミナル、千里ニュータウン伊丹空港京都駅。 カラスマグチ京都深草福井北インターに午前、北陸小松マッ松,松島海浜公園金沢駅、東口富山駅南口のみ、乗り入れ北陸道グランヒル特急号大阪駅、JR 高速バスターミナル京都駅、カラスマグチ京都深草福井北インターに午前、マッ尾海浜公園金沢駅東口、足湯公園、のと、落樹園若崎、解剖愛の風騒遊、美湾荘 松野壁弁天崎源泉公園、輝前、枕ヒル、特急金沢号若崎、海防への風金沢駅東口1百万国ドリーム、大阪1号2号は、京都深草、福井北インターに停車しない。北陸道グランヒル、特急大阪号は、再販防機に、掲示バイパスや阪神高速8号京都線を、利用するため、京都深草に停車しない。に北陸道グランヒル、 特急大阪号のうちに往復は、千里ニュータウン、京都駅、カラスマ口、福井北インター、2午前に停車しない。3板見空港便は2018年3月16日より、と休日に運行。4枕温泉直通便は2018年3月16日より、と休日に運行。大阪南港コスモフェリーターミナル。ユニバーサルスタジオジャパン大阪駅 JR、高速バスターミナル。 千里ニュータウン京都駅、からス間口京都深草福井駅東口、二午前北陸小松松海浜公園、片町高林坊武蔵が、辻金沢駅東口バス停名内の数字は、駅コード。なお、かつては 200XX の便名コードが付されていた。福井駅東口金沢市内間の利用も可能。ただし、区間内にある、二午前、北陸小松及び、 末冬海浜公園での情報は不可。金沢側では、金沢西インターチェンジを経由する。途中高い SA、南条 SA で休憩する。かつては、静ヶ岳サービスエリアでの一回休憩だった。ユニバーサルスタジオジャパン大阪駅 JR、高速バスターミナル片町高林房武蔵が、辻金沢駅東口週末など多客時のみ、運行。途中下り81号は、高い SA で、 上り82号は、南条 SA で休憩する、5条通り経由便3条通り経由便2011年5月31日までの、経路北陸ハイウェイバスの開業当初は、各社がこぞって、マルチオーディオサービスや、公衆電話などを備えた夜行バス並みのシートの4列32人乗り、スーパーハイデッカーを導入し、贅沢さを競い合っていた。 その後、四列シート40人乗りトイレ付けハ列カー車のでの運行に変わり、現在の北陸道青春昼特急大阪号及び青春北陸ドリーム大阪号にも引き継がれている。近年ではコンセント付きのイスズガーラがメインで使用される。なお、車両運用の都合や続行便などで各社の多路線車両が使用される場合があった。京阪バスでは2009年に 高知線が参列シート車に置き換わって、予備車が捻出されたこともあり、同年より、リムジン、高速券、北陸道昼、特急大阪号、北陸道昼特急号、北陸ドリーム、大阪号では、下記を除き、運行開始以来、全便が、ダブルデッカーでの運行であったが、大阪東京系統での経年式、ダブルデッカーの置き換えという事情もあり、 2007年7月1日より、金沢駅発着の2往復では、ハイデッカー独立3列シート車が投入された7月1日のダイヤ改正により、再び全便がダブルデッカーでの運用に戻る。2016年8月1日より、北陸道ヒル、特急大阪号のうち1往復が、グランドリーム号等で運用されているハイデッカー車に置き換えられ、愛称が、北陸道グランヒル、 特急大阪号に変更され、さらに同年12月1日には、残りの昼特急4を往復もグランドリーム車両に置き換えられている。2018年3月16日より、北陸ドリーム、大阪号もグランドリーム車両で運行されるようになり、相性も100万国ドリーム、大阪号に変更された。また、グランドリーム車両導入により、 夜行便は元より昼特急でもプライベートカーテンの使用を自由化している。全席にて一人ずつの個室空間を確保してくつろげるようにしている反面、カーテンで視界を遮られて車窓からの眺望を満喫できないデメリットもあるのでので、利用する際にはあらかじめその点を理解されたい。ありがとうございます。